人間失格太宰治5父は桜木町の別荘では来客やら外出やら同じ家にいても3日も4日も自分と顔を合わせることがないほどでしたがしかしどうにも父が煙ったく恐ろしくこの家を出て どこか下宿でもと考えながらもそれを言い出せずにいた矢先に父がその家を売り払うつもりらしいということを別荘版の牢屋から聞きました父の議員の任期もそろそろ満期に近づきいろいろ理由のあったことに違いありませんがもうこれきり選挙に出る意思もない様子でそれに故郷に行 と陰居所などててたりして東京に未練もないらしくたかが高等学校の一生徒に過ぎない自分のために邸宅と召使いを提供しておくのも無駄なことだとでも考えたのか父の心もまた世間の人たちの気持ちと同様に自分にはよくわかりません。とにかく その家は間もなく人手に渡り、自分は本郷森川町の「千有館」という古い下宿の薄暗い部屋に引っ越してそうしてたちまち金に困りましたそれまで父から月々決まった額の小遣いを手渡されそれはもう二三日でなくなってもしかしタバコも酒も。 チーズも果物もいつでも家にあったし本や文房具やその他服装に関するものなど一切いつでも近所の店からいわゆるつけで求められたし堀木にお蕎麦か天丼などをご馳走しても父のひいきの町内の店だったら自分は黙ってその店を出ても構わなかったのでした。 それが急に下宿の一人住まいになり何もかも月々の定額の送金で間に合わせなければならなくなって自分は孫つきました送金はやはり23日で消えてしまい自分は立然とし心細さのために狂うようになり父兄姉などへ 交互にお金を頼む電報と伊西文の手紙その手紙において訴えている事情はことごとくおどけの虚構でした人に物を頼むのにまずその人を笑わせるのが上作と考えていたのですを連発する一方また堀木に教えられせっせと七夜通いを始め それでもいつもお金に不自由をしていましたいわゆる自分には何の縁故もない下宿に一人で生活していく能力がなかったのです自分は下宿のその部屋に一人でじっとしているのが恐ろしく今にも誰かに襲われ一撃せられるような気がしてきて街に飛び出しては 例のの運動の手伝いをしたりあるいは堀木と一緒に安い酒を飲み回ったりしてほとんど学業もまた絵の勉強も放棄し高等学校へ入学して2年目の11月自分より年上の「勇婦の婦人と上司事件」などを起こし自分の身の上は一変しました。 学校は欠席するし学科の勉強も少しもしなかったのにそれでも妙に試験の答案に要領のいいところがあるようでどうやらそれまでは故郷の肉親を欺き通してきたのですがしかしもうそろそろ出席日数の不足など学校の方から内密に故郷の父へ報告が言っているらしく。 父の代理として長兄がいかめしい文章の長い手紙を自分によこすようになっていたのでしたけれどもそれよりも自分の直接の苦痛は金のないこととそれから例の運動の用事がとても遊び半分の気持ちではできないくらい激しく忙しくなってきたことでした。 中央地区と言ったか何地区と言ったかとにかく本郷小石川下屋神田あの辺りの学校全部のマルクス学生の行動隊隊長というものに自分はなっていたのでした「武装蜂起」と聞き小さいナイフを買い「今思えばそれは」 鉛筆を削るにも足りないキャシャナナイフでした。それをレンコートのポケットに入れ、あちこち飛び回って、いわゆる連絡をつけるのでした。お酒を飲んでぐっすり眠りたい。しかしお金がありません。しかも P。ピー 当のことをそういう因語で呼んでいたと記憶していますが、あるいは違っているかもしれません。P の方からは、次々と息をつく暇もないくらい、用事の依頼が参ります。自分の病弱の体では、とても勤まりそうもなくなりました。もともと非合法の興味だけから、そのグループの手伝いをしていたのですし、 こんなに「それこそ冗談から駒が出たように嫌に忙しくなってくると自分はひそかに P の人たちにそれはお門違いでしょうあなたたちの直系の者たちにやらせたらどうですか」というようないまいましい感を抱くのを禁ずることができず逃げました。逃げてさすがにいい気持ちはせず 死ぬことにしましまたそのころ自分に特別の好意を寄せている女が3人いました一人は自分の下宿している先友観の娘でしたこの娘は自分が例の運動の手伝いでヘトヘトになって帰りご飯も食べずに寝てしまってから必ず陽線と万年筆を持って 自分の部屋にやってきて「ごめんなさい下では妹や弟がうるさくてゆっくり手紙も書けないのです」と言って何やら自分の机に向かって1時間以上も書いているのです自分もまた知らんふりをして寝ておればいいのにいかにもその娘が 何か自分に言ってもらいたげの様子なので例の受け身の奉仕の精神を発揮して実に一言も口を聞きたくない気持ちなのだけれどもくたくたに疲れきっている体に「うむ」と気合いをかけて腹ばいになりタバコを吸い「女から来たラブレターで風呂を沸かして入った男があるそうですよ。 あら嫌だあなたでしょミルクを沸かして飲んだことはあるんです光栄だわ飲んでよ「早くこの人帰らねえかな手紙だなんて見えすいているのにへへののもへじでも書いているのに違いないんです見せてよ」と死んでも見たくない思いでそう言えば あら嫌よあら嫌よと言ってその嬉しがることひどくみっともなく今日が冷めるばかりなのですそこで自分は用事でも言いつけてやれと思うんですすまないけどね電車通りの薬屋に行ってカルモチンを買ってきてくれないあんまり疲れすぎて顔がほてってかえって眠れないんだ すまないね。お金は。い,いわよお金なんか喜んで立ちます用を言いつけるというのは決して女をしょげさせることではなくかえって女は男に用事を頼まれると喜ぶものだということも自分はちゃんと知っているのでしたもう一人は女子高等師範の文化生の いわゆる同志でしたこの人とは例の運動の用事で嫌でも毎日顔を合わせなければならなかったのです打ち合わせが済んでからもその女はいつまでも自分について歩いてそうしてやたらに自分に物を買ってくれるのでした私を本当の姉だと思っていてくれていいわ。 そのキザに身震いしながら自分は「そのつもりでいるんです」と憂えを含んだ微笑の表情を作って答えます。とにかく怒らせては怖い何とかしてごまかさなければならぬという思い一つのために自分はいよいよその醜い嫌な女に奉仕をしてそうして物を買ってもらっては。 その買い物は実に趣味の悪い品ばかりで自分は大抵すぐにそれを焼き鳥屋の親父などにやってしまいました嬉しそうな顔をして冗談を言っては笑わせある夏の夜どうしても離れないので町の暗いところでその人に帰ってもらいたいばかりにキスをしてやりましたら。 浅ましく狂乱のごとく興奮し自動車を呼んでその人たちの運動のために秘密に借りてあるらしいビルの事務所みたいな狭い洋室に連れていき朝まで大騒ぎということになり「とんでもない姉だ」と自分はひそかに苦笑しました下宿屋の娘といいまたこの どう,しといいどうしたって毎日顔を合わせなければならぬ具合になっていますのでこれまでのさまざまな女の人のようにうまく避けられずついずるずるに例の不安の心からこの二人のご機嫌をただ懸命に取り結びもはや自分は金縛り同様の形になっていました。 同じ頃また自分は銀座のある大カフェの女給から思いがけぬ恩を受けたった一度会っただけなのにそれでもその恩にこだわりやはり身動きできないほどの心配やら空恐ろしさを感じていたのでしたその頃になると自分もあえて堀木の案内に頼らずとも 一人で電車にも乗れるしまた歌舞伎座にも行けるしまたはかすりの着物を着てカフェにだって入れるくらいの多少のずうずうしさを装えるようになっていたのです心では相変わらず人間の自信と暴力とを怪しみ恐れ悩みながら 上辺だけは少しずつ他人と真顔の挨拶いや違う自分はやはり敗北のおどけの苦しい笑いを伴わずには挨拶できないたちなのですがとにかく無我夢中のヘドモドの挨拶でもどうやらできるくらいの技量を例の運動で走り回ったおかげまたは女のまたは 酒けれども主に金銭の不自由のおかげで習得しかけていたのですどこにいても恐ろしくかえって大カフェでたくさんの水客または女給ボーイたちにもまれ紛れ込むことができたら自分のこの絶えず追われているような心も落ち着くのではなかろうか。 と十円持って銀座のその大カフェに一人で入って笑いながら相手の女級に十円しかないんだからねそのつもりでと言いました心配いりませんどこかに関西の鉛がありましたそうしてその一言が奇妙に自分の震えおののいている心を鎮めてくれました いいえお金の心配がいらなくなったからではありませんその人のそばにいることに心配がいらないような気がしたのです自分はお酒を飲みましたその人に安心しているのでかえっておどけなど演じる気持ちも起こらず自分の地金の無口で陰惨なところを隠さず見せて 黙ってお酒を飲みました。こんなのお好きか。女はさまざまな料理を自分の前に並べました。自分は首を振りました。お酒だけか。うちも飲もう。秋の寒い夜でした。自分はつねこ。 と言ったと覚えていますが、記憶が薄れ、確かではありません。上司の相手の名前をさえ忘れているような自分なのです。常子に言いつけられた通りに、銀座裏のある屋台のお寿司屋で、少しも美味しくない寿司を食べながら、その人の名前は忘れても、その時の寿司のまずさだけは、 どうしたことかはっっきり記憶に残っています「そうして青大将の顔に似た顔つきの丸坊主の親父が首を振り振りいかにも上手みたいにごまかしながら寿司を握っている様も眼前に見るように鮮明に思い出され後年電車などではて見た顔だといろいろ考え なんだあの時の寿司屋の親父に似ているんだと気がつき苦笑したことも再三あったほどでしたあの人の名前もまた顔形さえ記憶から遠ざかっている現在なおあの寿司屋の親父の顔だけは絵に描けるほど正確に覚えているとはよっぽどあの時の寿司がまずく 自分に寒さと苦痛を与えたものと思われます「もともと自分はうまい寿司を食わせる店というところに人に連れられて行って食ってもうまいと思ったことは一度もありませんでした」「大きすぎるのです」「親指くらいの大きさにきちっと握れないものかしら」といつも考えていました。 その人を待っていました。「本所の大工さんの2階をその人が借りていました」「自分はその2階で日頃の自分の陰鬱な心を少しも隠さずひどい悲痛に襲われてでもいるように片手で頬を押さえながらお茶を飲みました」「そうして自分のそんな死体がかえってその人には気に入ったようでした」 その人も身の回りに冷たい。木枯らしが吹いて、落ち葉だけが舞い狂い。完全に孤立している感じの女でした。一緒に休みながらその人は？自分より二つ年上であること。故郷は広島。私には主人があるのよ。広島で床屋さんをしていたの。昨年の春。 一緒に東京へ家出して逃げてきたのだけれども主人は東京でまともな仕事をせずそのうちに詐欺罪に問われ刑務所にいるのよ「私は毎日何やらかやら差し入れに刑務所へ通っていたのだけれども明日からやめます」などと物語るのでしたが。 自分はどういういものか、女の身の上話というものには少しも興味を持てないたちでそれは女の語り方の下手なせいかつまり話の重点の置き方を間違っているせいなのかとにかく自分には常に馬事東風なのでありました「びしい」。自分には、 女の千万円の身の上話よりもその一言のつぶやきの方に共感をそそられるに違いないと期待していてもこの世の中の女からついに一度も自分はその言葉を聞いたことがないのを奇怪とも不思議とも感じておりますけれどもその人は言葉でまびしいとは言いませんでしたが 無言のひどいわびしさを体の外角に一寸くらいの幅の気流みたいに持っていてその人に寄り添うとこちらの体もその気流に包まれ自分の持っている多少トゲトゲした陰鬱の気流と程よく溶け合い皆底の岩に落ち着く枯葉のように我が身は恐怖からも不安からも 離れるることができるのできのした「あの白地のインバイフたちの懐の中で安心してぐっすり眠る思いとはまた全く違って第一あのプロステチュートたちは陽気でした」「その詐欺罪の犯人の妻と過ごした一夜は自分にとって幸福な こんな大それた言葉を何の躊躇もなく肯定して使用することは自分のこの全手において再びないつもりです解放せられた夜でしたしかしただ一夜でした朝目が覚めて跳ね起き自分は元の軽薄な装える おどけ物になっていました。弱虫は幸福をさえ恐れるものです。またで怪我をするんです。幸福に傷つけられることもあるんです。傷つけられないうちに早くこのまま別れたいと焦り、礼のおどけの円幕を張り巡らすのでした。 金ののの切切れれ目目が縁の切れ目ってのはね、あれはね解釈が逆なんだ。金がなくなると女に振られるって意味じゃないんだ。男に金がなくなると男はただおのずから意気消沈して駄目になり笑う声にも力がなくそうして妙に悲願んだりなんかしてねついには破れかぶれになり 男の方から女を振る半狂乱になって「振って振って振り抜く」という意味なんだね「金沢大事林」という本によればね「かわいそうに僕にもその気持ちわかるがね」「確かそんな風の馬鹿げたことを言って常子を噴き出させたような記憶があります」永井は無用 恐れありと顔も洗わずに素早く引き上げたのですがその時の自分の「金の切れ目が縁の切れ目」というでたらめの方言が後に至って意外の引っかかりを生じたのですそれからひとつき自分はその夜の恩人とは会いませんでした。れれててがつつにつれて 喜びは薄れ、りそめの恩を受けたことがかえって空恐ろしく自分勝手にひどい束縛を感じてきてあのカフェへのお感情をあの時全部常子の負担にさせてしまったという俗辞さえ次第に気になり始めて常子もやはり下宿の娘やあの女子高等師範と同じく 自分を脅迫するだけの女のように思われ遠く離れていながらも絶えず常子に怯えていてその上に自分は一緒に休んだことのある女にまた会うとその時にいきなり何か劣化のごとく怒られそうな気がしてたまらず会うのにすこぶる臆っがる性質でしたのでいよいよ銀座は 敬遠の形でしたがしかしその億劫があるという性質は決して自分の狡猾さではなく女性というものは休んでからのことと朝起きてからのこととの間に一つの地理ほどのつながりをも持たせず完全の傍却のごとく見事に二つの世界を切断させて 生きているという不思議な現象をまだよく飲み込んでいなかったからなのでした11月の末自分は堀木と神田の屋台で安酒を飲みこの悪友はその屋台を出てからもさらにどこかで飲もうと主張し「もう自分たちにはお金がないのにそれでも飲もう飲もうよ」と粘るのです。 その時自分は酔って大胆になっているからでもありましたが「よしそんなら夢の国に連れて行く驚くなニク肉林という」「カフェかそう行こう」というようなことになって2人市電に乗り堀木ははしゃいで「俺は今夜は女に上乾いているんだ」 女級にキスしてもいいか「自分は堀木がそんな衰退を演じることをあまり好んでいないのでした堀木もそれを知っているので自分にそんな念を押すのでしたいいかキスするぜ俺のそばに座った女給にきっとキスしてみせるいいかかまわんだろうありがたい 俺は女に上いいているんだ。「銀座四丁目で降りてそのいわゆる手地肉林の大カフェに恒子を頼みの綱としてほとんど無一文で入り空いているボックスに堀木と向かい合って腰を下ろした途端に恒子ともう一人の女給が走り寄ってきてそのもう一人の女給が自分のそばに。 そうして常子は堀木のそばにどさんと腰掛けたので自分はハッとしました常子は今にキスされる惜しいという気持ちではありませんでした自分にはもともと所有欲というものは薄くまたたまにひそかに惜しむ気持ちはあってもその所有権を完全と主張し 人と争うほどのの気力がないのでした後に自分は自分の内縁の妻が犯されるのを黙って見ていたことさえあったほどなのです自分は人間のいざこざにできるだけ触りたくないのでしたその渦に巻き込まれるのが恐ろしいのでした常子と自分とは一夜だけの間柄です はは自分のものもではありません。惜しいなど思い上がった欲は自分に持てるはずはありませんけれども自分ははっとしました自分の目の前で堀木の猛烈なキスを受けるその恒子の身の上を不憫に思ったからでした堀木に汚された恒子は 自分と別れれななななければならなくなるだろう。しかも自分にも常子を引き止めるほどのポジティブな熱はない「ああもうこれでおしまいなのだ」と常子の不幸に一瞬ハッとしたもののすぐに自分は水のように素直に諦め堀木と常子の顔を見比べニヤニヤと笑いました。しかしか事態は、 実に思いがけなく、もっと悪く展開せられました。やめた。と堀木は口を歪めていい。さすがの俺も、こんな貧乏くさい女には。並行しきったように、腕組みして常こをじろじろ眺め、苦笑するのでした。お酒を。お金はない。 自分は小声で常子に言いました。それこそ浴びるほど飲んでみたい気持ちでしたいわゆる俗物の目から見ると恒子は水管のキスにも値しないただみすぼらしい貧乏くさい女だったのでした案外とも意外とも自分には霹靂に打ち砕かれた思いでした自分は これまで例のなかったほどいくらでもいくらでもお酒を飲みぐらぐら酔ってつね子と顔を見合わせ悲しく微笑み合いいかにもそう言われてみるとこいつは変に疲れて貧乏くさいだけの女だなと思うと同時に金のない者同士の神話貧富の不和は陳婦のようでもやはり ドラマの永遠のテーマの一つだと自分は今では思っていますがそいつがその神話感が胸にこみ上げてきて常子が愛しく生まれてこの時初めて我から積極的に微弱ながら恋の心の動くのを自覚しました。吐きました。前後不覚になりました。 「お酒を飲んでこんなに我を失うほど酔ったのもその時が初めてでした」「目が覚めたら枕元に常子が座っていました」「本所の大工さんの2階の部屋に寝ていたのでした」「金の切れ目が縁の切れ目なんておっしゃって冗談かと思うていたら本気か」「来てくれないのだもの」 ややこしい切れ目やなうちが稼いであげても駄目かだめ。それから女も休んで夜明け方女の口から死という言葉が初めて出て女も人間としての営みに疲れきっていたようでしたしまた自分も世の中への恐怖煩わしさ 金例の運動女学業考えるととてもこの上こらえて生きていけそうもなくその人の提案に気軽に同意しましたけれどもその時にはまだ実感としての死のうという覚悟はできていなかったのですどこかに遊びが潜んでいました その日のの日午前、二人は浅草のロックをさままよっていました。喫茶店に入り牛乳を飲みました「あなた払うておいて」自分は立ってたもからガマ口を出し開くと銅線が3枚周知よりも生産の思いに襲われたちまち脳裏に浮かぶものは 戦友館の自分の部屋制服と布団だけが残されてあるきりであとはもう七草になりそうなものの一つもない荒涼たる部屋ほかには自分の今着て歩いているかすりの着物とマントこれが自分の現実なのだ生きていけないとはっきり思い知りました。 自分が孫ついているので、女も立って自分のがま口を覗いてあらたった。それだけ。無心の声でしたが、これがまたじんと骨身に答えるほどに痛かったのです。初めて自分が恋した人の声だけに痛かったのです。それだけもこれだけもない。 銅三枚は土台お金でありませんそれは自分がいまだかつて味わったことのない奇妙な屈辱でしたとても生きておられない屈辱でした所詮その頃の自分はまだお金持ちの坊っちゃんという種族から出し切っていなかったのでしょうその時自分は自ら進んでも死のうと 実感としして決意したのです。「その夜自分たちは鎌倉の海に飛び込みました」「女は「この帯はお店のお友達から借りている帯やから」と言って帯をほどき畳んで岩の上に置き自分もマントを脱ぎ同じところに置いて一緒に受水しました。 女の人は死にましたそうして自分だけ助かりました自分が高等学校の生徒ではありまた父の名にもいくらかいわゆるニュースバリューがあったのか新聞にもかなり大きな問題として取り上げられたようでした自分は海辺の病院に収容せられ 故郷から親戚の者が一人駆けつけさまざまな始末をしてくれてそうして国の父をはじめ一家中が激怒しているからこれっきり成果とは偽絶になるかもしれぬと自分に申し渡して帰りましたけれども自分はそんなことより死んだ常子が恋しくめそめそ泣いてばかりいました。 本当に今までの人の中であの貧乏くさいつねこだけを好きだったのですから下宿の娘から短歌を五十も書き連ねた長い手紙が来ました「生きくれよ」という変な言葉で始まる短歌ばかり五十でしたまた自分の病室に 看護婦たちが陽気に笑いながら遊びに来て自分の手をキュッと握って帰る看護婦もいました自分の左肺に故障のあるのをその病院で発見せられこれが大変自分に好都合なことになりやがて自分が自殺幇助罪という罪名で病院から警察に連れて行かれましたが警察では 自分を病人扱いにししてくれて、くれ特にに保護室に収容しました深夜保護室の隣の宿直室で寝ずの晩をしていた年寄りのおまわりが間のドアをそっと開け「おい」と自分に声をかけ「寒いだろうこっちへ来て当たれ」と言いました。 自分はわざと死をしようと宿直室に入って行き、椅子に腰掛けて蜂にあたりました。やはり死んだ女が恋しいだろう。はい。ことさらに消えいるような細い声で返事しました。そこがやはり人情というものだ。 彼は次第に大きく構えてきました。はじめ女と関係を結んだのはどこだ。ほとんど裁判官のごとく、もったいぶって尋ねるのでした。彼は自分を子供と侮り、秋の世のつれづれに、あたかも彼自身が取り調べの主任でもあるかのように装い、 自分からワんめいたーター十回を引き出そうというコンタのようでした。自分は素早くそれを差し、吹き出したいのをこらえるのに骨を折りました。そんなおまわりの非公式な尋問には一切答えを拒否しても構わないのだということは自分も知っていましたが、しかし秋の夜長に凶を添えるため。 自分はあくまでも神妙にそのおまわりこそ取り調べの主任であって刑罰の刑獣の決定もそのおまわりのおぼしし一つにあるのだということを固く信じて疑わないようないわゆる誠意を表に表し彼のスケベーの好奇心をやや満足させる程度のいい加減な陳述をするのでした。 うん、それでだいたいわかった何でも正直に答えるとわしらの方でもそこは手心を加えるありがとうございますよろしくお願いいたしますほとんど入信の演技でしたそうして自分のためには何も一つも得にならない力縁なのです 夜が明けて、自分は署長に呼び出されました。今度は本式の取り調べなのです。ドアを開けて、所長室に入った途端に、おお、いい男だ。これはお前が悪いんじゃない。こんないい男に産んだお前のお袋が悪いんだ。色の浅黒い、大学でみたいな感じのまだ若い署長でした。 いきなりそう言われて自分は自分の顔の反面にべったり赤あざでもあるような醜い不具舎のような惨めな気がしましたこの柔道か剣道の選手のような所長の取り調べは実にあっさりしていてあの深夜の老巡査のひそかな執よを極まる公職の取り調べとは雲泥の差がありました。 尋問が済んで所長は検事局に送る書類をしたためながら「体を大事にしなけりゃいかんねぇ決断が出ているようじゃないか」と言いましたその朝変に咳が出て自分は咳の出るたびに判決で口を覆っていたのですがその判決に 赤い「あられが降ったみたいに血がついていたのです」「けれどもそれは喉から出た血ではなく昨夜耳の下にできた小さいおできをいじってそのおできから出た血なのでした」「しかし自分はそれを言い明かさない方が便宜なこともあるような気がふっとしたものですからただ」「はい」 と節目になり師匠に答えておきました所長は書類を書き終えて起訴になるかどうかそれは検事殿が決めることだがお前の身元引受人に電報か電話で今日横浜の検事局に来てもらうように頼んだ方がいいな誰かあるだろうお前の保護者とか保証人とかいうものが 父の東京の別荘に出入りしていた諸賀骨董商の渋田という自分たちと同居人で父の太鼓持ちみたいな役も務めていたずんぐりした独身の四十男が自分の学校の保証人になっているのを自分は思い出しましたその男の顔が琴に目つきが。 ヒラメに似ていいるというので父はいつもその男をヒラメと呼び自分もそう呼び慣れていました自分は警察の電話帳を借りてヒラメの家の電話番号を探し見つかったのでヒラメに電話して横浜の検事局に来てくれるように頼みましたらヒラメは人が変わったみたいな威張った口調で。 それでもとにかく引き受けてくれました「おいその電話機すぐ消毒した方がいいぜ何せ決断が出ているんだから」自分がまた保護室に引き上げてからおまわりたちにそう言いつけている所長の大きな声が保護室に座っている自分の耳にまで届きました。お昼過ぎ、自分は、 細い浅縄で銅を縛られそれはマントで隠すことを許されましたがその浅縄の端を若いおまわりがしっかり握っていて2人一緒に電車で横浜に向かいましたけれども自分には少しの不安もなくあの警察の保護室も老巡さも懐かしく「ああ。 自分はどううう。ししてこうなのでしょう罪人として縛られるとかえってほっとしてそしてゆったり落ち着いてその時の追憶を今書くにあたっても本当にのびのびした楽しい気持ちになるのですしかしその時期の懐かしい思い出の中にもたった一つ冷や汗んとの生涯忘れられぬ 悲惨なしくじりがあったのです。「自分は検事局の薄暗い一室で検事の簡単な取り調べを受けました」「検事は40歳前後の物の静かな」「もし自分が美貌だったとしてもそれはいわば邪因の美貌だったに違いありませんがその検事の顔は正しい美貌とでも言いたいような」 聡明な性質の気配を持っていましたこせこせしない人柄のようでしたので自分も全く警戒せずぼんやり陳述していたのですが突然例の席が出てきて自分はたもからハンケチを出しふとその血を見てこの席もまた何かの役に立つかもしれぬと 浅ましい駆け引きの心を起こし五本五本と二つばかりおまけの偽の席を大げさに付け加えて半ケチで口を覆ったまま検事の顔をちらと見た間一発。本当かい物静かな微笑でした「冷や汗さんといいえ今思い出しても」。 キリキリ舞いをしたくなります中学時代にあの馬鹿の竹市から「わざわざ」と言われて背中を突かれ地獄に蹴落とされたその時の思い以上と言っても決して過言ではない気持ちです。「あれとこれと2つ」自分の生涯における演技の大失敗の記録です。 検事のあんな物静かな部別に遭うよりはいっそ自分は10年の刑を言い渡された方がましだったと思うことさえ時たまあるほどなのです自分は起訴猶予になりましたけれども一向にうれしくなく世にも惨めな気持ちで検事局の控え室のベンチに腰掛け きり背後の高い窓から夕焼けの空が見えカモメが「女」というみたいな形で飛んでいました。